日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かってプレーボール。よろぴこ。あそこでずっと会話してトレーニングして、それでピエール行ったんですよ。だから中学校の頃やっぱ立つと走りはすごかったんですよ。はあ、野村さん身長どれぐらい入ったんですか？僕はだから入った時は76、7です。で体重も76ぐらいにして、それも大きいですもんね。で高校行ってちょっと伸びて今180ぐらいですけど、それが体重が60キロ。それぐらいじゃないと橋本さんもそうだったんですか？なったんです、なってました。じゃあちゃんと間違いなかったです。やっぱ橋キュッとあったところ、キュッキュッと真っ黒だったね。はい、真っ黒そうなんですよ。いや、でかかったな、橋はね。いや、言ってましたもんね。だから、あいつ小学校6年で100センチランドセルしとってたら、キモいっすよ。さ、キモいっすよ。だから言えますけど。室内だけでシューズが入らなかった。釣りとはないんですよ。そうそうそう。でかくてね。あの、こういうゴムのこういう。そうそうそう。あれない。小学生企画出なかったらしいっす。そら、あいつ全部がどっちかと企画外じゃないですか。そうね。そもそもは、橋爺って。なんで橋爺ね。ギザみたいな価値観じゃないですか。みんな走り走りですよ。へえ。まあただ走りのお兄ちゃんにも親御さんにも世話になったんで、僕。あ、そうなの。家行って肉食わしてもらったりね。すごいな、ピエロってのさ、見たらな。片岡さんはどうだったんですか。片岡はあいつシニアなんで、はいはい、全然行くまでは知らなかったです。ああ、なるほど。京都の一人っ子で、すごく1年の頃はおとなしいイメージです。へえ。ちょっとのんびりなんですよ。いわゆる京都でいうと はんなり、はんなり、で夜いつもなんか容量悪いじゃん、やっぱ一人一人だからね。いつも遅くなっても洗濯機でこうやって洗濯してるイメージだったんですよ。それが2年なり3年なりみたいな。なるほど、はあ、面白いわ。そうなんですよ。で片岡のところにもよう行って世話になったんで、お父ちゃんおばあちゃんに。またあの農家なんで、片岡のところは、ね、農家なんだ。であの京都の丸いお大根なんですよ。それの漬物にするやつやん。そう、それのお大根を、もう今でも言ったら鳥肌立つやつけど、おでんを作ってくれた、このおでんの味が忘れられなくて、めちゃくちゃうまかったです。京都の漬物する丸いお大根、大根みたいな、美味しいんですよ。大根か、丸いやつは。大根があるんですよ。なんとか味大根って言ってたんですけど、だから片岡になって、たまに親御さんになると、お母ちゃん、あのお前こんなどれも忘れられへんねんって言うよ、片岡には言うんですよ。はい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 。そうなんですよ。まあいいですよね、そういうね。いや、本当そうです。だから親御さんには本当世話になって感謝してるんですよ。いつからプロって意識されてましたか？いやー、でもあんまりなりたいとは漠然には思ってましたけど、それはもちろんちっちゃい頃から思ってましたけど、そんな甘い世界じゃないじゃないですか。まあね、でも今の子たちはみんななりたいって言うからね。まあ、もうプロ野球にメジャーリーガーになりたいって言いますよね。そういう子もいるね。俺は思ったことないよね。僕はないです。マジ甲子園行きたかった。まあまあそうですね。で PL 行く時点で甲子園、やっぱり僕甲子園に行きたいと思ったんですよ。やっぱ野球強いよな。だから甲子園行くにやっぱり PL に行った方がやっぱ甲子園に行けるんじゃないかとか、広陵がある、広陵があるんですよ。だから PL ってなったら間違いなく広陵ですよ。広陵だろ、間違いなく。一つが金本さん、一つで金本さんです。そうですね、そうですよ、そうです。はいはい、二岡もそうでしょ、広島で。あとは三好かどっかですね。確か、あ、三好ね。三好2時間ぐらい経ってる、はい、今は交差ができたらいいけど、はい、関西弁は出るんだよな。関西弁のも出ますね。広島弁は帰った時ぐらいですね。広島の中学校までの連れとか、それに会う時は広島でも、広島弁はあんまり出ないですけどね。太陽入ってしまった、この東京弁は、まあ、横浜です。そうじゃん。そうです。なかなかやるじゃん。もうおめえ言葉やろな。そうです。
関東語って関東の言葉。いやでも憧れましたよね、やっぱり。はそう、横浜の言葉とか嫌だぜって。嫌だぜそんなのよ。おいさぁ、そうそうみたいな。そうそうなんか、何なんだけどさぁみたいな。おい、行こうぜ。何が行こうぜじゃん。すごいね、12球団来て、2球団がピッチャー、10球団がバッター、相当いいバッティングしたよね。だ僕、6本打ったんです。あ、そうなんだ、はい。打つ方が楽しかったですね。あれ。だから僕、3年目に初めて2桁勝ったんですよ。うん。で、1年目、2年目、1年目、初登板がカープですよ。うん。うん、北別府さんです。おぉ。1番、正田さん。うん、2番山崎龍太郎さん、うん、3番吉井さん、うん、4番小早川さん、うん、5番が幼いさんだった、うん、で辰川さん、うん、その時の僕初登板が無四球完封です。吉井さん覚えてないでしょ。覚えてない。10月2日です。初登板、初先発で、あら、ふん、ポンセがツーラン打ってくれて。あ、ポンセ、はい、パチョレックと僕同期なんで。あ、パッキーと、はい、完封ですよ。そのすごいね、強力打線を。スイッチいった3人いたのに、うん、吉井さん多分1本ぐらいヒット打たれてると思う。打たれたら打った覚えがないんだけど。だってその試合覚えてないでしょ。それは覚えてないの。10月もう昇格試合ですよね。10月だったんで。対戦したことあるのは覚えてますか。覚えてないよ俺。ああそうね、なんか知らんけど。吉井さん僕2年ぐらいなんですよ。もう90年から、うん、ロッテ行ったから。ロッテですもんね。でその年に僕初めて2桁勝ったんで、それで、はいはいはい、でそれで2年目がね、3勝11敗だったんですよ。そうなってます。ボロボロだったもん。小葉監督にどえらい怒られたりしましたよ。僕小葉監督ですね、厳しかったっすか。あ、そうかそうか。で最初1勝9敗まで行ってて、お前は1球かとか言われて。でシーズンだったら3勝11敗なんですよ。で、3年目のピッチャーだったらもうバッターになれって言われたんですよ。あ、本当に3年目に須藤さん監督来られて、うん、この年上がったらもうバッターやって言われてて、うん、2人で勝ちたんですよ。あ、横浜ったらさ、面白いのさ、佐々木ホルヤ、はい、あいつも俺さ最初らしいんよ。言ってましたね。ダイバー陣が吉井さんでした、うん、簡単に抑えたんですよ、うん、覚えてないです。覚えてない。要は俺たち毎日レギュラーでずっといるやん、はい、そうそう、まあローテーション入ってくれよ思えるよ、はい、それって投げましたよって言われても、ただ試合してピッチャーが誰だって言われても分かんないよ。あ、で遠藤さんもずっとやるから、蹴ったとかかけたとか、遠藤さんとかさいるやん、野村さんとか、あの辺ずっといるからこう覚えてるけど、その後誰投げてきたって漠然としては覚えてないよ。そうなんですよね。だから初めて対戦のバッターとかは覚えてますよね。ピッチャー覚えてる。初打席星野さん、星野さんセンター前、あ、初ヒットが星野さん、初打席は覚えてない。そのとこじゃないの、力がないし、行って代打出てって覚えてないの。で、打てなくて、右打席か左打席も覚えてない。右打席、俺は最初右やから、右ってずっと右やから、で、右行ったの、誰だか覚えてない。ここで、打てなくてベンチで、こう座ってたら、いくら回ってると思う、お前いくら、打てなくないよ。まあ、いい励ましですよ ね、 そうですね。だから僕も若い頃そう思って投げてました。うん、あの人らいっぱい給料もらってたから、かなうわけねえよと思って開けなってずっと投げました。ほんまそんな状態プロ野球は。そんなこと、ただだから初打席は覚えてないもん、誰だか。うん、調べたら出てくるだろうけどね。はい、出てます。初ヒット欲しいから、うん、で、星野が言ったんよ。もう会う時やってさ、知らない仲じゃないか、はい、星野さん、実は僕初ヒット欲しいなんですが、知るかよ。まあそう言われますよね。まあ、そ, だからそういうことなんですね。そうですね。うん。安田さんも面白かったし、いや、今ヤクルトの頑張る田渕君に言うけど、
後ろのこれ軽いでしょ、パーカー、あの夏用で、あのこれいいね、はい、フラー聞いたとこに、そうですね、はい、背中バッチリ吉彦さんなんで、走ってる吉彦なんで、走れない吉彦、いや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 、よろしくお願いします、はい、お願いします。ご視聴ありがとうございます、チャンネル登録、いいね、あとコメントもよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。